グラマシーパークはニューヨーク市マンハッタン区にある私的に運営されている公園である。また、この公園周辺の地区はグラマシーと呼ばれている。公園の広さは約0.81ヘクタールである。公園の周辺には19世紀から20世紀初頭に建てられたタウンハウスやアパートが立ち並び、グラマシーパーク歴史地区に指定されている。 人通りや車の通行量の多いパーク街から一、ブロックも離れていないのにもかかわらず、この地域は静かな住宅街となっている。公園の周囲はフェンスで囲まれ、年間使用料を払って入り口の鍵を対応された周辺住民しか利用できない。ただし、グラマシーパークホテルの宿泊客は、ホテル従業員が付き添うことでこの公園に入ることができる。公園をめぐる道は、 散歩やジョギングのコースとしてよく利用されている。グラマシーパークは公園の周囲の住所として使われている。公園中央から北側方向へ走る歴史ントン外側にはニューヨーク市立大学バルーク校がある。1831年にサミュエル・ B ・ラギルズが当時グラマシーファームと呼ばれていた。この土地を買い取りグラマシースクエアを建設した。 グラマシーパークの境界は、南端は東20丁目、北端は東21丁目、西端はグラマシーパークウエスト、および東端はグラマシーパークイーストである。これらの東西端の通りは三番街とパークアベニュー、サウスの中間の一ブロック分を占め、公園北側中央からは北にレキシントンアベニューが、公園南側中央からはアービングプレイスが伸びる。この公園は、 レキシントンアベニューの南端、アービングプレイスの北端となっている。グラマシー地区の境界は、南端は14丁目、北端は23丁目、東端は3番街、西端はパークアベニューサウスである。隣接する地区は、東はフラットアイアンディストリクト、南西はユニオンスクエア、南はイーストビレッジ、西はスタイベサントタウン及びピーター・クーパービレッジ。 北西はローズヒル、そして北東はキップスベイである。歴史地区の境界は西右の地図に示すように、その範囲は複雑である。拡張の際には、グラマシーパークイースト、ウエスト、サウス、ノース及びレキシントンアベニュー、パークアベニュー、アービングプレイス、東22丁目及び19丁目に立つ40の建築物が追加される提案であった。ありがとうございます。